はい、昨日の続きです。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、昨日ねちょっとこの動画ちょっと本当に編集かけても編集かけても長くなってしまいましたので、前編後編の2つに分けさせていただきました。早速後編流したいと思います。それではどうぞ。じゃあこうやって見ると両方から柱2本あって、3本目が向こう側に通ってて真ん中3本、これが正解で、くるっと回したいんですけど、その前に、はい、ピンクの方に復活して、ピンクの方復活状態で 1,2,3 目立ち上がってくるっと回ってきます。でここはまた同じような編み方、編み方は変わらないんですよね。方眼編みなんです。ただ平面の場合は両側が2目連続の長編みになっているだけで、ここで鎖編み1つして、で次編みたいのですが、普通にねここを編みたいんですが、実はこの時にここ真ん中に緑通ってますよね。この真ん中の緑があるときは、この両側の柱は後ろから緑を通って、よいしょ。後ろから緑を通って、普通にピンクに長い。で、また鎖編み一つして、で、またここ、緑の柱が出てるところの真横のピンクは、この後ろから通って、いきます。で、鎖編み一つして、あとは緑関係なくピンクだけを拾って、長で、鎖編み一つして、でまたピンクだけ長よ。でまた鎖編み一つしたんですけど、今度はまた緑が出てるので、この両横は緑を通って後ろから長編み。で鎖編み一つして、こっちもピンクは緑の後ろから通って、よいしょ。なんか。で、鎖編み一つして、で、あと関係ないので、ここの二つは前から普通に、よいしょ、長編み。で、1に立ち上がり3目目を拾って長編み。よいしょ。で、またこれも休めておきます。これね、解説まで考えると本当長くなっちゃうんですけど、で、ここまで来たので、次は緑の番です。緑を、よいしょ。はい、緑を持って、1、2、3目。立ち上がってくるっとひっくり返して、くるりんして一つ鎖編みして、普通に長編み、はい、で次なんですけど、鎖編み一つして、よここ T ってなってるので、 T は前から普通に、長編みします。で、また鎖編み一つして、で、今度 T が関係ないので、後ろから普通に、よいしょ。前後のピンクは関係なく
後ろ側で普通に長編み。で、鎖編み一つしたら、この T ってなってる時は前から緑だけを拾って。で、鎖編み一つして、これも後ろからですね。後ろから通って、後ろを見て、まあ、ピンク前に倒すぐらいの勢いで後ろから見て、はい、緑だけ取って長編み、鎖編み一つして立ち上がりの 1,2,3 目目を拾って長編み。で、これもまたよいしょと。はい、止めておきますよ。ですね。で、またピンク。こうやってピンクと緑を交互に編んでいくって編み方なので手間が2倍です。進みが遅いで 1,2,3 目編んでくるっとひっくり返してよいしょ。でピンク A 面なのでまた普通に次は長編み、鎖編み一つしてでピンクだけ後ろ側でね、ピンクだけを拾って長編み、はい、鎖編み一つして、はい、後ろからこのピンクだけ拾ってよいしょ長編み。そうするとね、後ろから見るとピンクの四角が見えてきます。鎖編み一つして、はい、長編み、はい、ピンクだけ拾って長編みで最後なのでもう一個立て続けに長編みで、でこれで終了。よいしょ。で次なんですけど、次からまたこの E 面で模様が入ります。よいしょ。ここで1,2,3 目立ち上がってくるっと回して、で一つ鎖編みして、はい、長編みで、どこまで長編みするか今度ここで見ると、よいしょ、この真ん中3本の柱のここですね、この真ん中のところと合わさる A 面のところに今度くぐらせていくことになります。この時に方眼編みがきちんとできてると、こうね、きちんと並ばせたらどこの穴かっていうのがわかると思います。ここだなっていうのがだいたい目安がわかるので、それに向かって、はい、鎖編み、はい、長編みってやってきます。鎖編み、はい、長編みで、この次ですね、ちょっとこの真ん中の柱の時に後ろからピンクのね中通って緑色を拾って長編みで鎖編みして、はい、まあ、今度前だけですね、この緑だけを前から拾って長編み。で今ここで要するに注意しなきゃいけないのは、このよいしょ、このどこに緑色の糸が絡んでくるのかってところをちょっと注意して、でそれさえしっかりしていれば、ここが今ね、この縦の線さえしっかりしていれば、じゃあ次ピンク色がこっから出てくんだなと、この後ろから見たらこことここが絡んでくるんだなっていうのがわかると思います。なのでよいしょ、ちょっと今日長いね、長いわ。よいしょ、 1,2,3 目編んでくるっと回して、でもう一目、いや、あ、もう一目編みません、ピンクなのでそのまんま隣に長編み、
で鎖編み1つして、はい、長編み、鎖編み1つして、はい、長編みで、次このピンク、あの緑色のね線が入っているので、次鎖編み1つしたら、はい、長編みは後ろからですね、緑の後ろから入れて長編み、鎖編み1つして緑の後ろから入れて長編みというのがまあわかると思います。あとは前からですね、もう緑の線は入ってないので、あとは前から。かなり今回はしょらないと時間オーバー気味ですよね。はい、で1,2,3、はい、ぐるりんとで1つ鎖編みしては、ちょっとピンク前に倒して見やすくして、はい、緑の方が編みで、どこか、あとは絡むのどこかと、ここだけですね。T のとこだけなので、あとは鎖編み1つしたら、またはい、これも後ろから、ここ。で、鎖編み1つしたら、次がこの T のとこなので、これは前から。で、鎖編み1つして、はい、後ろから。これね、ゆっくりやった方がいいと思うんですよね。だから時間ある方はチャレンジした方がいいかな。あんまりね、こう一瞬でできる感じではない。ただ理屈が分かれば、あのできるんですけど、そこがね、なんかうまく、なんかもう効率よくできないかなーなんてちょっと思っちゃったりしているんですけど、とりあえずこのね、最初のこの緑の線のポイントさえ分かれば、よいしょ、あとはいかようにも模様になるんじゃないかなと。で、くるっと回して、もう一個長編みして、鎖編みして、はい、長編みして、方編みをしていきます。ピンクが来て連続なので、もう一回立ち上がり3目目のところにピンクが来るよって感じですね。で、これ次、ちょっと待って、駆け足ですけど、ちょっと今日長いな。で、終わりなんですけど、これ当然またね、長さを合わせなきゃいけないので、またここで 1,2,3 って編んで、くるっとひっくり返して、鎖編み1つ編んで、長編みって1段編むんですけど、そうすると多分このピンクよりもちょっとだけ上にね、はみ出ると思うんですよ。はい、そうすると表に返すと、ほら、ほんのちょっとだけね、半分だけピンクより上に上がってるので、このピンク最後終わりたいと思った時は、この状態ちょっとだけ緑 B 面が上にちょっとだけはみ出てる状態で鎖編み1つして、今度ここ最後細編み細編み細編み、はい、鎖編み細編みって、細編みの方眼を1段編むことによって、よいしょ、はい、高さが揃ってくると。よいしょ、はい、細編み、はい、細編みと、はい、よいしょ、ここで高さ、こう B 面はね、普通の長編みの方眼編みで、 A 面がスタートが細編み細編みですね。あと真ん中が長編みで、両端が長編みとか細編み2目連続ですね。2目2目にすることで、縦と横が微妙に A 面と B 面でずれるという、で、ずれてるからこういう模様が浮かび上がってくるよっていうことですね。
いろいろね、考える余地がまだまだある編み方なんじゃないかなと思います。まあ、今10時、よくね、ある十字模様が出て、ここ後ろ四角でっていう編みがありますけど、これどこにね、このこう合わせるのをどこに持ってくるかで、いろいろ模様、こたさんの方眼編みでもいろいろ模様が作れるんじゃないかなと思います。これはこれで、ね、より何か楽しい模様に発展させていけたらなという思いが出ております。はい、今日はこんな感じでちょっと長くなりましたけれども、はい、リバーシブルクロシェ夏糸バージョンでお送りいたしました。これこのままね、フテを編んでコースターになるんじゃないかなとも思っておりますが、はい、まあ明日また違うことをやっていこうと思います。それじゃあまた明日。じゃあ。